おはようございます、坊ちゃま。にもだいぶ慣れてきたけど、やっぱりあいつは何か怪しい。これは入手困難な最新機種じゃないか。そうですね、坊ちゃまを手なずけて私のものにしちゃいますって言ったら、僕のものになるんだ。だったら勉強中も隣にいればいい。それで寂しくないだろう。私は決して寂しかったわけでは。怪しすぎる。なんであんなにそわそわしているんだ。あ、野良猫と遊んでいたのか。にゃーん。それにお前の方がもっと可愛いぞ。うわ、可愛いやつめ。坊ちゃん、リリスも撫で心地がいいな。